やトレジャークルーズ、なんか今俺がそこそこ欲しいやついろいろ、まあ、トレジャークルーズこのフェスゲーム欲しいなって思うやつらをねちょっと俺ピックアップしとくわ。誰が聞きたいねんって、まあね、ゲームイズさんのねフェスゲーム比較ってところのね、じゃあまあいろいろ、じゃあいろいろ全部大体欲しいけど、あ欲しいなって、やっぱルーシーサボ結構欲しいよなって俺は思う。まあルーシー合わせてと緑キャベツ、ミドキャベが欲しいですね、やっぱ防御エンハンス、ルーシー合わせてミドキャベが欲しいかなと。はい、いやルッチ世界政府の怪物も欲しいです。超進化クザも欲しいです。仏の戦国感もいらないかな。新世界ゾロもね、欲しいな。うん、なんかねあれで新世界ゾロも超進化するとかしないとか言ってるらしいんで、まあ、そこそこ強くなるんで欲しいかなって。サカズキ、あ、欲しいですね。普通に欲しい、サカズキ。超進化ルッチも欲しい。ネコマムシも欲しいですね。ハンコックも欲しいですね。はい。で、レイリー欲しいです。技ね、技レイリー欲しい。うん、普通に強いしな、こいつ。体力条件パって結構楽しいからな。で、ミホーク、あ、持ってますけど、超進化させたい。はい、骸骨くれ。ジャッジ、ダブルシックス合わせて欲しい。超進化エース、緑スカルくれ。ロー、死の下界ね、欲しい。うん。やっぱその、じゃあ、この後から何でか欲しいか言ってくるわ。んで、杯も欲しいでしょ。で、ルフィ、ギアフォース欲しいね。うん。サンジもジェルマーも欲しいし、黒ひげ欲しいし、サボ欲しいな。うん。あ、エネルとマゼランは欲しい。コラソンはいらないかな。白星持ってるから。あと、ウソップね。欲しいね。超進化と超進化前は2つとも欲しいです。ああ、フジトラも欲しいな。フジトラも。なんか超進化するっぽい。俺の予想では超進化するから欲しいわ、フジトラ。あ、フジトラ、どっちも欲しいです。斬撃フジトラ。斬撃フジトラと野心フジトラ、どっちも欲しいですね。あ、マルコ、欲しいですね。やっぱこう、ジンベーパーで必須ですもん、マルコ。いないと何もできない。で、白ひげ、赤白ひげ、あ、欲しいですね。赤白ひげは普通に割合ダメージの要因もう一人欲しいから。じゃあ上から俺がね、なんで欲しいか言っていくわ。あ、まあ、フジトラですね。ちょっと評価見るわ。フジトラ普通に、まあ、船長とした時のキザルにもなるし、まず船長がキザルになるでしょ。キザル。キザルになるじゃん。だからこいつがキザル要因にもなるわけよ。だほんとキザルみたいな感じだよね。船長の場合キザル、ほんとキザルに遅延がついた感じで、火力も高いしね。斬撃タイプキャラの 3.25 倍全然強いし、でグッドグレートパーフェクト以降同タイプの攻撃がさらに 1.3 倍になるって、これはやっぱ欲しい。普通に高火力だし、うん、だってこいつがさ攻撃力とか上げてくれるし、一応俺力見本も持ってるから、うん、強いね。だって大体最後の3番目とかが重要なわけじゃん。意外に、まあ、フジトラの3番目で力見本も持ってるし、でもね、ぶっちゃけゾロが欲しいですね。これと合わせてゾロが欲しい。やっぱり俺ね、斬撃タイプ強化 1.75 倍持ってないんですよ。はい。だからね、フジトラやっぱ強いしな。うん。でもな、受けるダメージが少し増えるからクソだけどな、普通に。普通にクソ。でもな、だから、でもあんまいらないなって俺も思ったかな、やっぱり。あ、でもなんか、でもやっぱ欲しいわ。うん。今、俺の力見本と同じ役割として使いたい。やっぱり普通に全員船長の時にスロット位置できるしさ。強い。うん。それが強いかな、やっぱ。キザル要因でしょ？キザルと遅延でしょ？キザルと遅延が効くやつだったら、あれ、キャベンディッシュの効果も使えるわけだから、めっちゃ強いよね。うん。だから、キャベンディッシュ欲しい、欲しいな。キャベンディッシュも加えて欲しい。技キャベンもね。うん。あいつがいると、ほんと広がるし、強い。技キャベンも欲しい。ていうか、まず自由、斬撃タイプエンハンス。エンハンスが俺足らないのがね、今俺、エンハンス育成し、まあ、簡単なやつも含めて、まあ、今、年末年始のガチャに俺かけてるんで、ちょっと今、ほんと、石使ってないんですけど。あー欲しいな。で、ルーシー、サボも普通に欲しいわ。だって一応俺、カラス持ってるから、うん、ちょっとね、専門用語ばっかでごめんね。うん、まあ、カラス持ってるから、ね、うん、目かゆ、めっちゃかゆ。まあいいや。レア。はい、
属性ダメ。やっぱ俺が今持ってるやつがなんだ。いやもうめんどくせえ、なんかめんどくせえわ。もうランキングやめた。じゃあちょだらだら喋るわ、そんなもん。めんどくせえんだよ、そうやってなんか型みてえの作んねえできねえの。あとなんかね、最近チャンネル登録者増えましたけど、まあ、こんな感じでやってきます。本当俺は適当にやってきます。本当 YouTube を趣味でやって、趣味でトップ取りたいからっていう、もうクソクズの考え方ね。これ気にしないでください。はい、あもう気にしてください。逆にね、なんなんこれって思っちゃってください。やばいな、めるるるるるるる、ちょ水がない。まあ、であ、まあね、超進化いらない、欲しい。じゃあホーディージョーンズ、まあ、超進化ホーディーが欲しいな。普通に周回でこいつ強すぎるもんだって。強すぎるだしね。うん、一応俺結構強靭タイプエンハンス揃ってるんですよ。うん、スロット強化もいるでしょ一応。だってまず俺サンジ、一応その決戦サンジも、うるせえな、サンジ持ってる。で、うん、であとね、ボア、サンダー、ソニアの2人とも俺、こいつらね、もう俺持ってるんで、この2人。なんでめっちゃ強いっすよ、これ。打突強靭パには必ず入っていますもん。スロット影響でね。で、スロット影響で入れられるのはスクワードでしょ。まあ、打突タイプの、まあなんか、打突タイプ、なんだっけ。打突タイプのスロットエンハンって誰がいたっけ。まあ、ベルゴでしょ。2倍って誰かいなかったっけ。ああ、いたいたけど使わねえだろ、白ひげ。白ひげ、ほんとクソだよな、白ひげ。トレマップの白ひげ。みんなそう思わない？いや、スロット影響を倍にするのだけは普通にしてよって思わない？だって、決戦ドフラミンゴだって、いや、マジでこれ、情報修正してほしいよね。でも俺ね、まぁ、ちょっとね、これ多分、1月中旬、トレジャーマップ回来ると思います。新しいものね、多分、こういう奴らを一斉に強化すると、属性変化するために俺、多分、親父は絶対、自分のスロットを地に変換し、敵全体に防御効果を無視して、キャラの攻撃150倍無属性ダメージで、一ターンの間1ミリのスロット影響が倍、敵がバリアもしくは遅延無効状態上無効の時は一ターンの間自分の攻撃 2.25 倍になると思いますね。うん、まあスロット影響2倍っていろんなやつできちゃうじゃん、できてるじゃん今。決戦のやつらできてんだよ。なんで白ひげ弱くないって思わない？みんな船長効果もなんかパッとしねえしさ。うん、モビーディック号持って、まあもう俺ね、あのトレジャーマップの第3回のキャベンディッシュのためにあのモビーディック号取ったんすよ。うん、でも強いんだけど、スロット影響だけは普通でノーマルにやってほしいね。ここだけ俺変えてくれればいい。紙アップデート来てくれたらいいと思う俺全然。うん、いやなんでそれやんないって思わない？みんな逆に。それかもしくはトレマップ超進化とか来る。だから、力見ホークは、まあ、総合火力は上がんないけど、常時、斬撃タイプの攻撃力を 2.75 倍にし、体力を 1.5 倍にするみたいな。だけど、その、上の火力は 3.5 倍のままで。俺は 3.5 倍でいいです。十分です。全然。うん、でもな、俺、力見ホー強すぎるよな、みんな。こいつ敵全体にキャラの攻撃かける100倍の無属性ダメージを与え、船長が斬撃タイプキャラなら1ターンの間1ミリのチェーン係数が 2.75 倍で固定され、斬撃タイプキャラのスロット影響を倍にするって強くない？だから、いや、フジトラ最適性だよね。新フジトラ最適性だからな。でもなんでフジトラってあんな、あれ意味わかんなくない？あの、火ダメ 1.2 倍でしょ？ほぼ。ほぼ火ダメ 1.2 倍のくせに体力なんで 1.2 倍に増加したの？意味あんの？あれ。なんなの？あれは。って俺みんな思わない？そうやって。なんのためにって思わない？だから体力が増加すると固定ダメージみたいなやつは大丈夫だったり、
でもどうせ 1.2 倍になるからな、なんだろうな、なんか意味あんのかな、何の意味もなさそうだけどな。はい、ということで、もうなんか疲れた、10分でおしまい。もうほんと俺はね、もうなんかのんきにやっていきます。いや結構もうチャンネル登録者95人とかいます。でもね、ほぼチャンネル登録者、前までのチャンネル登録者以外の方の期待を裏切る感じになります。うん、全然ね、もうこんな感じでやっていきますよ。たまーに、ごくたまーに3ヶ月に1回くらい面白い動画出します。それ以外は本当俺が飯食ってる動画か雑談してる動画と、面白い雑談、面白い雑談と雑談の違い、これがつまんない雑談ですね。で、面白い雑談とかしたり、その面白い雑談って本当にテンション高い時にしかやんないんで、病気、自分のね、持病があんま、なんかそのね、持病グラフ、痛くないの時で、ご飯食べて、お風呂入らないで、お風呂入んないのも重要なんです。お風呂入っちゃうとうとうとしちゃうんで、で、入らないで、いろいろ歯磨きとかいろいろしたとかの条件が揃った時のみによしやろうってなるんで、面白い雑談はしません。でね、このチャンネル斬新な動画とか言って、まあその売名したわけですけどね、斬新な動画はあんまないです。俺がグータラグータまで、逆に斬新ってところあるけどね、こんなほんと。お前何のために動画撮ってんだよって言われてもね、いや、よくわかんないしって。なんとなくって感じで動画撮ってるんで、まあね、皆さん僕の動画、もしよかったら、高評価、チャンネル登録よりも、まず先にみんなに動画、広めてください。いや、こんな面白いやついるよみたいな感じでね、みんな入れてね。はい、そうやってくれ、本当にお願いだ。チャンネル登録よりも他の人に拡散してくれ。ジャスティン・ビーバーに頼んでくれってことでね、次回の動画で会いましょう。ジャスティン・ビーバーに頼まれたら逆に荷重いけどな。まあええわ。まあね、マイペースでやっていくんで、あんま数字とか気にさない動画と、手の抜いた動画、まあ、手が抜いてるっていうのは本当ビログみたいな感じですよ。ビデオブログ。まあね、なるべく皆さんの期待をね、期待に反したことをしていこうと思います。ということで、次回の動画で会いましょう。バイ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